フリードリヒ三世の肖像は1496年に制作されたドイツのルネサンス期の巨匠アルブレヒト・デューラーによる絵画。カンバスに描かれたテンペラ画でドイツのベルリン絵画館に所蔵されている。デューラーは濃い緑色の背景の中にフリードリヒの4分の3正面からの胸像を右向きで描いた。腕が置かれている欄紙や巻紙を持っている手などの 要素は当時の初期フランドル派の典型である。フリードリヒの頑固な性格と地位は大きなベレー帽と断固とした視線によって強調されている。本作は七つの悲しみの多翼祭壇画及びドレスデン祭壇画の中央画面と共にデューラーがザクセン選定校フリードリヒ三世から最初に依頼された作品のうちの一点であった。デューラーは 1496年4月のニュルンベルクでの選定校の短期滞在中に選定校と知り合った。デューラーは1524年に同版画で選定校を再び描いた。コスティンティーのポーキュ、エド、デュアラー、ミラン、リゾリー。ありがとうございます。